大木一平はフリーアナウンサー。株式会社トミッシュジャパン代表。元文化放送アナウンサー。娘はシンガーソングライターの大木愛が、兵庫県西宮市生まれ、3歳の時に両親らと共に神奈川県藤沢市へ移住。以来、湘南の海を見ながら育った。藤沢市立区群用小学校、藤沢市立商用中学校から、 慶応高校へ進学、慶応義塾大学法学部法律学科を卒業後、文化放送にアナウンサーとして入社。アナウンス部、報道部デスク、警視庁ギャップを経て、2007年にスポーツアナウンサーの集団スポーツ部へ復帰。その後2011年12月人事異動で、編成局制作部、所属アナウンサー兼プロデューサーとして活動。2015年7月定年退職後、 株式会社トミッシュジャパンを設立し、代表に就任。ボーリングを通して、子どもたちの笑顔支援、視覚障害者ボーリング支援という社会、貢献活動 CSS を行っている。2019年より親友である全国化粧品、日用品卸連合会、森友特別会長と共にプロボーラーへの試合支援、アマチュアシニアボーラーの元気を応援。 ボーリング界を盛り上げようと、全卸連プレゼンツ、チェイプは SSS カップを立ち上げ話題となる。2020年もコロナ禍でも第2回を成功させた。同時に、木一平はこのトーナメントのスカイエーパーフェクトボーリングスペシャルの実況も行っている。過去に、木のナレーション番組が文化庁芸術祭優秀賞を受賞したという。声優としても、ハリウッド映画、 ドリブンの頻繁に登場する、レースアナウンサーや悪や、プロジェクト、エ子コなどのアニメ作品にも数多く出演している。多芸としても知られる、映画出演。ありがとうございます。